にちは、のぶもんです。今回は、台北市郊外、新城、中国語名では新城と言いますが、ここに来ております。でここはあんまり有名じゃないんですけど、実はラオジエ、古い、通りがありまして、でお寺もまあ結構あるということで、結構ね、その台北地区の中でもこう昔の香りがちょっと感じられるような、地区だということでやってきました。駅前に降りてみたんですけども、こう後ろに見ると、地図があって、お寺とか、昔ながらのお店の案内が載っています。なので、それを頼りに今日はいろいろお散歩してみたいと思います。さあ、ラオジエに入ってきました。まずですね、この辺実は古い通りがありまして、結構ね、ここ日本統治時代の建物とかじゃないんですけれども、もうすでにレトロの趣を醸し出しています。でこんな感じで、可愛らしいマークがあったりして、でまず一つ目のお寺がこちらの幸福宮というお寺ですね。入ってみましょうか。そして途中にはね、こういう、チローっていう、昔の、アーケードみたいなところなんですけれども、これも意外と針とか見ると古い部分もありそうで、歩いてるだけで結構懐かしい気分になれます。2つ目が文章寺です。文章亭は学問の神様です。入り口はちっちゃいんですけども、お宮自体ね、祠自体は結構、立派でしっかりした作りになってます。看板とかも、本当に日本でいうと昭和の高度成長期ぐらいまでの雰囲気をまだ残している感じがします。こちらが新庄品という、この新庄の地元の伝統的なお菓子のようです。ちょっとこれを一個買ってみたいと思います。一口食べてみたいと思います。これね、意外と美味しいです。ちょっと甘いんですけど、実は塩味も効いていて、塩って書いてますんで、これね、意外と日本人のお口に合うんじゃないかのという発見でした。今度は、自由宮という、お寺に来ています。こちらもね、かなり立派な作りなんですよ。ではちょっと中も行ってみましょう。